大谷と僕にある一つの共通点を見つけましてね。大谷はですね、球も打つし球も投げる。僕はですね、パチンコの球を打つし、それを途中で投げ出したくなる。これ意外と似てるんじゃないですか。これも二刀流ですね。ドキドキゴールドちょっと抑えたんですけど、前日がね935ハマリレギュラーで終わってるんですよね。前前日の最終ハマリは66ゲームなんですよ。多分前日末なんですよね。全部出すとですね、1400ぐらいハマってるんですよ。今日も末だったら、だから1回ね7800ぐらいはめて、ちょっと天国飛ぶか飛ばないかちょっと打ってみようかなって思いまーす。お疲れ様です。今5時半なんですけど、ですね、オキドキゴールドで、投資7万3000円で回収1000円、7万、あの台だけで7万2000負けました。生きてる、生きている、やばいっすね、本当に。いや、なんか、なんであの台打ったかっていうと、前利戦の店なんですよ。それで、最初の初当たりが32ゲームだったんですよ。だからダメなんですよ、本当に。バカだなぁ。生きてる、生きている。14万買って、これなんか、設定6ぐらい人間設定あるんじゃねえのって思って打ってた節あるんすよね。久しぶりに個室ビデオとなってますね。明日はですね、夕方行く予定と思うんで、頑張ります。というか、ちょっと、反省モードです。おはようございます。今6時なんですけどね。酔いも覚めて。7万2000負けきついね、やっぱり。今日は25日で、もう7時ですね。一応、2、3台打って、今9000負けです。いや、ちょっと僕、一つ思っちゃったことがあって、結局ね、やっぱりね、期待値が高い台打てば、ちゃんと結果がついてくるってことが最近分かって、当たり前なんですけど、
パッと見ね、なんでそんな台打つのって突っ込まれるような台はね、いや打っちゃダメなんですよ。お疲れ様です。いや今日はですね、結局1万3000負けですね。やばいな、もう1万3000負けぐらいじゃなんとも思わない体になっちまってるわ。やばいな、ちょっと心を浄化させないとな。ちょっとアルコールで心を浄化させまーす。心を浄化してまーす。かつて鈴木少年が好きであったであろう豚バラ串食べて初心に帰りまーす。あ、初心に戻るわ。お疲れ様です。今8時半でですね、もう台もないので実戦終了します。今日は2万3000勝ちでした。いやーよかった。まあというか今週も今日で終わりですけど、週末やばかったな本当。終始真っ赤っかっすよ本当。まあそういうわけでですね、最終日勝ったので飯でも食いに行きますか。あとお酒も飲むかも。あの、飲むな。というわけでですね、今週も終了。俺も打ってヤケになって投げ出しちゃう二刀流パチンカスだぜっていう人はチャンネル登録および高評価よろしくお願いします。